証券コード6616トレックセミコンダクター株式会社代表取締役社長柴宮浩二でございます。トレックセミコンダクターは2014年4月ジャスダックスタンダード市場に上場し、その1年後2015年10月に東証2部へ市場変更した創業21年の半導体メーカーです。東京本社を含め国内に6拠点、海外は6カ国に8つの拠点を設け、世界の需要に対応しております。トレックスは世界トップクラスの小型省電力の電源 IC を開発販売しております。電子機の中には様々な部品が使われております。半導体、液晶パネル、モーター、ハードディスクドライブなどなど、その個々に必要な電圧電流を安定供給するのが電源 IC です。電源 IC は電子機の中で心臓のような役割をしており、すべての電子機に不可欠なものです。当社の製品は車載産業機器をはじめ、医療機器、ウェアラブ機器など様々な分野で非常に多くのお客様に使われております。上位5社の売上を合わせても、その割合は全体の1割強であります。このように売上が特定のお客様に依存しないため、お客様による業績変動のリスクが少なく、安定した事業運営が実現できます。当社は電源 IC 一筋20年以上製品の小型化、省電力化にこだわって事業を展開してまいりました。長年培ってきた高い専門性を持つ電源 IC のプロ集団が特徴ある製品の開発に励んでおります。また電源周りについて豊富な知識を持つ営業担当がお客様の製品の企画段階からサポートし、単純な製品の販売ではなく、ソリューションとしての製品提案をさせていただいております。もう一つの強みは生産体制です。当社はファブレスの事業形態を基本とし、前工程の一部、そして後工程の一部を自社内に取り込み、製品の生産を行っております。それぞれの工程に対し、自社所有とファブレスのメリットを併せ持つ生産体制を構築し、自社工場と他社工場を使いこなすことで効率よく製品を量産、お客様に長期にわたり安定的に供給しております。当社は創業以来、製品の超小型化、薄型化を追求しております。ご覧の通り、指に乗せた製品は目に見えないくらい小さいです。当社の財布製品で説明しますと、高さが 0.3mm で、シャープペンの芯よりも薄いものもあります。このような小型、薄型商品は電子機器の小型化、薄型化に貢献しております。また省電力も当社製品の特徴です。トレックスは消費電力の低い製品の開発を続けており、当社製品が使われている電子機器の消費電力を抑え、機器の発熱を抑えたり、電池寿命を伸ばすことで環境保全にも貢献しています。超小型、省電力という言葉だけではピンとこない方が多いと思います。画面に具体例を2つ挙げてみました。我々の製品はクレジットカード同等の薄さを持つスマートカードに採用され、その薄さでお客様に高い評価をいただいております。また省電力技術は1回の充電で150時間以上使用できるリストバンド型のウェアラブ機器で、その実力を発揮しております。当社製品は現在、車載機器、産業機器、医療機器、 IoT 機器などなど、あらゆる電子機器に使われております。今後も電源 IC がなくなることはありません。当社グループが市場に付加価値のある製品を供給し続ければ、未来永劫続くのが電源 IC ビジネスであると考えております。その中でも我々は、蓄積したアナログ技術を駆使し、当社の強みを理解いただける市場である車載、産業機器、医療機器分野に注力し、売上利益の拡大を図ってまいります。また世界で存在感のある企業を目指し、常に新しい付加価値のある製品を市場に提供し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。当社は戦略的投資による成長力の向上を図りつつ、当社を取り巻く経営環境並びに中長期の連結業績、そして株主資本利益率の水準を踏まえ、配当を実施してまいります。業績水準を反映した利益配分として、連結配当成功 20% 以上、安定かつ継続的な株主還元の拡充として、
株主資本配当率 DOE を重視した配当を実施してまいります。投資家の皆様、証券コード6616トレックスセミコンダクターをどうぞよろしくお願いいたします。